ビーベレーレンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ群に属す、町村で、レッティングエン行政共同体を構成する、市町村の一つである。ビーベレーレンは、ビュルツブルグ開発計画地区に位置する。この町は、公式には5つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この村は1103年に、 初めて文献上に記録されている。この村は、ブルガーロート、エンドエブラウネック家が断絶した1390年に、周辺の村落とともに、空位の霊園として、バンベルク司教の所有となった。バンベルク司教ラムプレヒトは、ライヒエルスブルクと、バルダースハイム、ビーベレーレン、ブルガーロート、ブーフといった村を、ビュルツブルグ司教が所有するブルクエイブラハ エイバーマンシュタットとゼンフッテンベルクの一部と交換した。1401年に、ビルツブルグ主教ヨハン一世、フォンエグロフシュタインは、コンラートフォン・バインスベルクをライヒエルスベルクの町としろ、アウプの市場、バルダースハイムの半分、ブルガーロート、ブーフ、ビーベレーレン、ホップファーシュタット、ギュルヒスハイム、シュタルドルフの霊園主とした。1516年、 バインスベルク家の男系決闘断絶により、ライヒエルスブルクは、バインスベルク家出身のケーニヒシュタインハクヒカタリーナが、相続し、1521年に、死境領主コンラート2世、ホントゥンエンに4万9000グルデンで売却した。世俗家によってビーベレーレンは1803年にまず、バイエルン大公領となったが、1805年のプレスブルクの和訳に基づき、 トスカーナ大公が創設したビュルツブルグ大公国に移された。この大公国が廃止された1814年に最終的にバイエルン王国領となった。バイエルンの行政改革に伴って1818 18年に発令された市長村例により現在の自治体となった。市長はエンゲルベルト・ツォーベルである。町役場レッティンゲンは1950年に アウクスブルクの市長の提案で制定された観光街道ロマンティック街道に面している。この街道はビュールツブルグからアウクスブルクのバートメルゲントハイム、ローテンブルクオップデアタウバー、ホイヒトバンゲン、リンケルスビュール、ネルトリンゲン、ドナウベルトといった中世の佇まいを残す旧市街を有する街を結んでいる。ありがとうございます。